はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、新しく始めました新イベント、なんと制限時間30秒というね、運営スーパーはっちゃけイベントが開催されておりましてですね、30秒というねあまりにも短い制限時間で勝利を目指しましょうという、ね、イベントが、やっております。はい、まあちょっとリミットレギュレーションは特に、スタンダードとかと変更ないと思うんですけども、制限時間だけ30秒っていう、だからまあ普通の展開デッキとかはまあ使えないですよね。使えないっていうか回しきれないですよね。制限時間30秒で回せるデッキってほとんどないと思うんですけど、環境デッキにおいて。本日ね、私一応対戦してきたんですけども、まあなんかふざけて作ったんですけど、まあまあ強かったというデッキをご紹介していきたいなというふうに思ってまして、まあ30秒で、制限時間30秒でワンキルできるデッキ何かなと。まあシモッチじゃないですか。これブルーレット置くだけデッキと言われてまして、別名。引いたカードを置いて、発動していけば、発動順番さえ気をつければ暗球できるというデッキになっていまして、シモッチーの副作用っていうのはどういうカードかっていうと、相手のライフを回復する、効果がダメージになるという、変換するという効果がありまして、まあ、シモッチと、まあ、レベヒキュルが同じような効果を持ってるんですけども、まあ、この、モンスターと、まあ、トラップどっちかを引いて、で、あと相手のライフ回復させるだけです。はい。運命の分かれ道とか、まあ、ギフトカードとか、三味一択、この辺のカード、まあ、トラップトリックも入ってるんですけど、この辺のカードを、発動して、相手のライフを、まあ、8000以上回復すれば、それで勝ちと。まあ、30秒でなんか回せる、クソデッキ、これしか思いつかなかった、俺は。メタビとかもまあ、ありかなと思うんだけど、ちょっと長くなるんで、メタビ。なんかそんなにやってらんねえってのがあって、もう高速でワンキルしてと思ったんで、はい。今日はだから制限時間30秒でワンキルしてみた。やっていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。あまりにも現代遊戯王と乖離してるけどな。制限時間30秒ってなんだよ。制限時間30秒ってなんだよ。何回せんの逆に。30秒だって。これしか思いつかんかったんだけど。マジで。シモッチによる副作用セット、運命の分かれ道、三味一択、三味一択、トラップトリック、まあ、一応コンボパーツは揃ってるんですけど、いけるっすかねこれ。さあ、問題は相手のデッキは何かによるんですけど、まあ、とりあえず三味一択発動してエクストラデッキ確認して、まあ、一応エクシズモンスターって言っといたんじゃないかな、まあ、大体アーゼウスかなんか入ってるだろう。そしてその効果に支援し、シモッチによる副作用を発動。レッドリブでやめて、オッケー。三味一択で、ちょっと一応エクストラデッキちょっと確認しなきゃいけないんですけども、何入ってるんですかね。あー、ルーンですね。なるほど。まあ、エクシズ入っててよかったわ。3000ダメージ。で、一応、運命の分かれ道打って、はい。で、三味一択打つと。対戦ありがとうございました。対戦ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。一戦短すぎない？いや、先行取れなくても、まあまあなんとかなんじゃねえの。制圧盤面そんなさ、敷かれないっしょ、多分。なんかメタビとか多いんじゃねえかなと読んでたんだよな。クシャトリアとか。あの辺が。なんかちょっと環境全くわかんないんですけど、あ、クシャトリア来た。クシャトリアフェンル来た、最強カード。まあこれポン出しして一望がっていうか、まあ、めっちゃ強いですよね。あー、クシャトリア、スキヤクロクシャレルも出てくる。なんか回そうとしてない相手。相手デッキ回そうとしてるぞ。マジか。おい、制限時間30分やぞ。大丈夫かこれ。タイムアウトで勝ちとかあるかな普通に。ユニコーン。え、マジで回そうとしない？これ本当にランク7しようとしてるじゃん。やば。マジモンのクシャトリラじゃん、これ。そんなクシャトリラって30秒で回せるイメージないですけどね。盤面作るときね。はい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 。なるほど。で、ユニコーン。どっか行く。ユニコーンの。弱っ。盤面弱っ。盤面よっ、ちょっと一回強力な、ちょっと雑談してる暇ないんでね、30秒しかないから。これカードまあまあ揃ってんだよな。あー、なるほど、カードオブスピリッツ、打っていいか、カードオブスピリット打ってよくて、でこれお互いになんか好きなカード、どれかなんか回収するみたいなデッキから、5枚ランダムで見て、で、相手もランダムで見て、これ相手に考えさせるっていうね、最強のプリンがあるから、一応採用してます。あ、トラトリー、なるほど。一応コンボパーツ揃ったかなこれで。回復札3枚と、シモッチがあればいいんで、まあ、一応回復札は3枚あるから大丈夫ですね、これね。エクシスタも入ってるから3枚いったら最強で、セット、一応チェーンバーンセッチェーンストライクかセットして連動、まあ、残り10秒残るっていうね。こんだけ回しても残り10秒残る神デッキそしてこれ多分相手盤面弱すぎるから、これ多分先行ワンキルっていうか実質後攻ワンキルできるぞこれと、ギフトカード発動、3000ライフ回復でチェーン、シモッチによる副作用ちょっと相手なんかカード発動してくれればな、チェーンストライクぶち込めたんだけどな。まあいいわ。多分これ大丈夫だと思います。トラップ取り買うんで。はい。で、コインどっちでもいいです、これ。これどっちでも番入るんで。はい。で、俺は回復、お前はダメージ。で、残り3000と。相手ナイフ残り3000ということで、トラップトリックをぶち込んで、で、トラップトリック効果発動して、で、トラップカードをゲームから除外して、3000ダメージだぞ、これや。3密着。まあ、多分さすがにエクシーズ入ってるんで、エクシーズ宣言で。はい。お、真面目に遊戯をしろ。おい、竜。おい、竜実況チャンネル。真面目に遊戯をしろ。嫌だ。俺は、考えたくねえ。さよなら。対戦ありがとうございましたなんだこのゲーム、やばい。これ時間なさすぎてさ、ちょっと時間短すぎて、これさ、ちょっとやべえ、弱っ。ハンドバカ弱いじゃんこれ。どうしよう。あ、なんかあんな、裏の中が入ってる。これ裏の中増字かなんか入ってる。強欲で謙虚な発動。マジ弱いなこの反動。どうしよう。チェーンストライクで頑張るしかない。三味一択。あ、三味一択強いな。なるほど。三味一択。三味一択強いね。三味一択。持ってくる。で、3000。やべえ、これ、バーンで削りきれねえ。で、レフィキル召喚。うわー、ゴミ班来た。まあ、ちょっと一応全部伏せるわ。セット、セット、セット。エンド。チェーンストライクをなんとかして、発動できれば、めちゃくちゃチェーンしてくんねえかな、相手。カードの効果に。ちょっとチェーン待ちましょう。相手の動き見ましょう。相手の動きを見るスタイルでいきましょう。ああ、そういうタイプ。あ、そういうタイプか。やばい。そういうタイプか。まあ、相手もメタビっぽいな。相手も下地だったする、これ。いや、違うわ。エンドフェイズ。わからん。なんだこれ。まあ、ちょっと、効果無効にされるかもしれないから、ここで打つわ。三味一択。発動。わかんねえ。何このデッキ。エクシーズなんか入ってるでしょ。エクシーズモンスターなんか、なんだかしら。これ何宣言していいかわかんないんだよね、よく。あー、船入ってた。あれだ。ダイノルフィアだ。ダイノルフィア、覇王だ。覇王ダイノルフィア、確かに。宣言時間30秒で回せるもんな。月土賞。なるほど。チェーンスラグ打つ必要ないか。これ相手のターンで打てばいいか。相手のターンとか自分のターンか。これなんか多分カードの発動してくれると思うんだよね。あれ、3枚やれば。ダイノルフィアの、てかダイノルフィアってさ、これライフ減るじゃん。相手、勝手に。これ発動してくれたら俺勝てるんじゃねあー、いや、でも3000だったぞ、相手。相手3000だったぞ。相手の500 3000だ。いける。いけ、打天使、ナース、レフィキルを召喚おっと、羽織の魂。なに、え、これチェーンスライド、チェーンスライド勝ちでは。チェーンスライド発動なんだこの神ゲー。